大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き、経済アナリスト、森永拓郎さんです。よろししくお願いします、はいえー、ということで、うん、今日はですね。はいえー、岸田総理の変説、変わっちゃったっていう話をしようと思うんですけれども、はい、そもそもあの自民党総裁選挙の時から、岸田総理は新しい資本主義っていうのを打ち出していたわけです。はいはい で私はですねその理念にには全面的に賛同してたんですな、はいうんで,でかっていうとその小泉政権以降、はい、日本はま弱肉強食化市場原理強いやつはますます強く弱い人はそれなりにねえー、いうふうに言ってきてでその結果ものすごい格差が生まれてしまったわけですね。平均で見ると その下の人の方が大きいからどんどん実質賃金が下がってるもう四半世紀にわたって下がり続けてるんですけれども、はいうん、賃金が下がるから消費が出ないない袖は触れないわけです、はい、で消費が出ないから経済がまた落ち込んでいくっていう悪循環をずっと続けてきたわけです、はい、で岸田総理は何ていうふうにキャッチフレーズを作ったかっていうと、うん、分配なくして成長なし。はいうん 私はその通り、まず金をみんなに渡そうそれが順序としては先だと、そこから先に成長があるんだと、そしてその庶民に分配するお金の財源として、岸田総理が打ち出したのが、金融所得課税。 うん、で私もこれはもう大拍手だったんです、うんえー、その何百億とか稼いでる人っていうのは働いてないんですよ。右から左に金を動かして巨万の富を得てるわけですね。うん、だそういう人からがっつり税金を取って、うんうん、それでその税金を庶民にまくといいじゃねえかっずっと思っていたんですがこの岸田総理の政策、えー、に いち早く脳、NO、を突きつけたのが投資家の皆さんだったんです。ね、うん、あの日経 CNBC っていうまあ CS 放送でやっている、うん、あのマーケット経済専門チャンネルがあるんです。これはもう見てる人のほとんどが投資家です。うん、えー、そこが今年の1月岸田政権の内閣支持率を、はいえー、調査しました。うん、今一般の新聞だと60%強ぐらいなんですけど、なんと岸田政権の支持率 わずか3です97%が支持しない、ざけんじゃねえぞ、金融所得に税金を増税すんじゃねええー、いう、うんまあ、大合唱が起きてしまって、はい、ででそれ以降、岸田総理はあまりこの金融所得課税っていうのを口にしなくなっちゃったんですけれども、うんえー、今月の5日。 ロンドンのシティっていう金融街があるんですけれども、岸田総理はそこで講演、演説をしたわけです。で、ね、その演説の中で、はい、明確な路線変更をしました、えー。なんて言ったかっていうと、うん、インベスト、イン岸田。はい うんえー、これ、昔ですね、安倍元総理が、うんはい、バイ・マイ・エク・アベノミクスとかって言ったのの、うん、おそらくパクリなんですです、はいはい、同じです。で、しかも、はい、アベノミクスと決別するって言ってたのに、えーうん、自分の経済政策はアベノミクスの転換ではなく、うん、継承、発展であるというふうに、今までの主張をガラッと変えてしまったんです。うんうんうん でさらに私はショックだったのは資産所得倍増プランというのを新,新たに発表したんですけど、うん、その中で岸田総理は何をやるって言ったか、うん、貯蓄から投資への流れを促進するためにニー s a 額投資非課税制度です売買益だとか配当を一定の金額まで非課税にしますよニーを 大幅に拡充します、うん、つまり金融所得課税どころか、うん、金融所得減税を打ち出してしまったでさらに私がショックだったのは、はい、このウクライナで、えー、戦争が起きたためにロクシアからの石油の輸入を禁止しないといけない、はい、でそれをどうやって補うか、うん、えー 原発の再稼働っていうのを打ち出したんですね。うん、あの北総理は、はい、あの広島っていう核兵器の被爆地のご出身なわけです。にもかかわらず、うん、原発再稼働。うん、ええー、だからこれだと、うん、安倍元総理と何が違うんだっていうことになっちゃうんです。うんうん、だけど実はものすごく安倍総理とは違う部分。 オリジナリティっていうのを持っていて、私はですね夏の参議院選挙が終わると、それが一気に全面に出てくる。で、その違いっていうのは何かっていうと、財政緊縮、金融緊縮、この二つをやってくる。で、この兆候はもうすでに現れているんですね。あの五月の十日に財務省が国の借金という統計を はい、明らかにしたんですけど短期・長期の、うんえー、借金の残高を見るとですねメディアは過去最大の借金だと国民1人当たり1000万も借金があるぞと伝えてたんですけど、はいはい、重要なのはどれだけ赤字を増やしたかということなんです、うん、昨年度、今年の3月末まで、はい 1>, えー、1年間の借金の増加額25兆円でした。うんうん、で一昨年度 まだ安倍政権だった頃、はいうん、なんと兆円赤字だったんです、うん、だから102兆円の赤字の財政をたった1年で25兆円にガツンと締めたっていうのが実は岸田総理がやったことなんですだからこのまんまいくと選挙が終わると何が出てくるか私は増税が出てくると思う あのしばらく選挙がないとやりたい放題になるので、うん、もう一つ金融の緊縮、うん、引き締め、うん、でこれも、えー、今の日銀の黒田総裁来年の5月が任期なんで、うんえー、とりあえず変えられないわけです、うん、でもその最も金融緩和に熱心だった、うんえー、加藤家剛氏っていう、うん、元三和総研で私の部下だったやつをはい、はい、審議員から えー、今月いっぱいかなでクビにするっていうのは決めましただからもう確実に金融引き締めに打って出る、うん、だから今年、うん、の夏以降を岸田総理がやるのは財政金融同時引き締め、うん、それをやると何が起こるのかっていうことなんです、ね、私はですね、うん、一番の問題は岸田総理がそれが正しいって深く信じている、うん、あの ロンドンのシティの講演で岸田総理、こう言ったんです、私は最近の総理大臣の中では、最も経済や、あるいは金融の実態に精通した人間だと自負している。前の安倍さんとか菅さんを差し置いて。 言ってないんですよ、言ってないんですけど、おそ、うん、らく気持ちの中では、うん、安倍とか菅とか、うん、お前、経済の素人が、俺はプロだぜって、岸田総理は思っている。うん、あでも、まあ、これから増税になっていく,くだろうなっていうのはちょっと分かるけど、その前のなんかあの、少額投資に、はい、あの税金かけなくするみたいな。 普通の人も投資しましょうよっていう話じゃないですか。はい、で、随分か前に、国民、誰の時だったかな、ずんな、かなり長い前に。国民も投資しましょうっていう話があって、はい、で素人の投資家が一気に増えて、それが全員大損したっていう話が。ありませんでしたか。あの、バブルの前、そうだったんですよ。うん、で、私も。 今回もそうなんじゃななないかなってそうなるでしょうだって分かんないんだろうだって株のことなんて、ねうん、思ってるんですけど、うん、その株価が下落する中でね、うん、実は93年前に同じ目に日本はあっているんです、うんえー、1929年、はい、世界恐慌が始まりました、はいえー、アメリカの株価はそれから3年弱で10分の1になりました、はいうん、その中で 1929年世界恐慌が始まった年に浜口修という総理大臣が就任したんですこの人確か大蔵省出身かなもう経済のプロなわけです、うんうん、で何をやったかっていうと一つは財政再建、はい、財政引き締め、うん、そして旧陛下での金解禁っていう思いっきり金融引き締めこの2つをやって、うん、日本は昭和恐慌になっていきました。 それが再現しないといいなって私は思うんです。でも <laughs> こう言ってるけど、これやんなくちゃだめだめなんじゃないんですか。<っ>やんなくて平気なんですかその。 やんなくて平気ですあのちょっと今日時間がなくなっちゃったんで、うんうん、なぜやんなくて平気かっていうのはあのこの後私の息子出しますで。息子さんにいい息子についてくださいありがとうございますお時間来てしまいました、はい、大竹のもっと言いたい放題明日火曜日は武田佐鉄さんがいらっしゃいます森永さんには2時の時報までお付き合いいただきます、はい